宮坂あんずです。早速ですが、じゃん、このマークご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。このマークは人や物を大切にする心を育てようという宇都宮市の活動、もったいない運動のシンボルマークです。今日はここ宇都宮市環境学習センターで活動があるそうなので、私も参加してみたいと思います。活動に参加する前にセンター長の三宅さんにもったいない運動について聞いてみました。もったいない運動は市民会議があって市民運動としても活発ですよね。9月に開催されたもったいないフェア、どのようなイベントだったのですか。はい、宇都宮のもったいない運動を支える市民団体として5年前にもったいない運動市民会議がスタートしたんです。でこの団体は宇都宮の市民の方にもったいない運動を広めていこう、こういうことが狙いなんですが、そんな活動の中の一つが今お話にあったもったいないフェアなんです。このもったいないフェアでは、日頃からもったいない運動を進められている団体が出展されたり、あるいは表彰されたり、おかげさまで宇都宮市民のですね、もったいない運動の認知度ってとても上がってきておりまして、それも助かっているんです。ここ環境学習センターなんですが、宇都宮市の環境学習の拠点として多くの活動をやっているんですが、その中でももったいない運動に直接つながるような活動もたくさんあるんです。例えば市民の方がゴミとして捨てられた自転車だとか家具を修理再生して市民の方に提供する、こういった再生品提供事業というのがあります。とても人気があるんです。はい、またタンスの中に眠っているいらなくなった洋服を使っていろんなものを作り変えるといった教室もたくさん持ってまして、そんな中の一つの講座が今日こちらでもありますので、アンズさんぜひ参加してみてください。衣類の再利用、楽しそうですね。はい、ぜひ参加させてください。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。もったいない運動に私も参加。タンスに眠っていたこの洋服を再利用します。じゃあその綺麗なところを取って切りましょう。はい、はい、わかりました。はい、今回制作するのはコースター。完成をイメージしながら作ります。それをここに置いといてみましょう。はい、ここに並べて表を向いてここに置いときましょうね。はい、並べて、これが出来上がりになりますね。はい、切った生地をいよいよ縫い合わせます。私実は小学生の時に手芸クラブに入ってたんですよ。なので大丈夫かなと思います。手が震えます。完成しました。タンスに眠っていた衣類がこんな可愛いコースターになるなんて。参加してみていかがでしたか。念願かなって参加できまして、とても楽しくやることができました。着物のリフォームとかっていうのをやってるんですよ。はい、それで着物を今着ないじゃないですか。それをリフォームしてお洋服に直してるんですけど、リサイクルできるものはリサイクルしてます。はい、先生、生徒さんたちとても楽しそうに作業されているのが印象的だったんですけれども、お家に眠っている、はい、いろんな生地がそれぞれ持ってくるものが違うので、うん、それを皆さんが見ながら、あ、こんなこともできるんだ、あんなこともできるんだって言って、はい、それを利用することが大勢でやることの良さだと思うんですね。そうですね、もう本当に布を最後まで使ってあげるのが、はい、もったいない運動の根本なもんですから、はい、そうですね、どんな布でも、あ、何かできるかなって、はい、考えていただけたらいいななんて私はいつも思ってます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。地球上にあるすべてのものに尊敬と感謝の気持ちを持つ運動、もったいない運動。身近なことからコツコツと行うことが大切。タンスに眠っていた洋服から可愛いコースターもできたし、お裁縫で女子力もアップ。気づくことのできたもったいないを減らせるようにしっかり活動しよう。